Yeah. どの任務を引き受ける? ついてきてくれ! 一緒に行かせてくれ。やれるさ! 逃げたりしねえ!戦闘開始の時間だ。救援要請を確認。直ちに急行する。逃げたりしねってくれる。では任務を続けましょう。やったぞ。あのエンドに救援要請か。負け。逃げたりしねえ。呼吸しとこう。Shit!
すまない。やれるぞ。お前のおかげだ。まだ油断はするな。任務は終わっていないぞ。のやるべき相手だ。心してかかれ。やれるぞ。団長、お願いします。分かった。やるんだ。
言ってやる。逃がすものか。必ず殲滅する。倒せたな。救援要請か。放ってはおけないよな。苦戦してんのか。言ってやらないとな。やれるか。
前のおかげだ。まだ油断はするな。任務は終わっていないぞ。重いだろうな、この状況ではな。急行する。
回せ。捕らえた。やる。落とした。倒せたな。救援要請か。行くぞ。補給したか。手伝ってもらってもいいか。やったぞ。あっし、助かりました。以降気をつけます。まだ戦えるならそれでいい。行け。縁談のもとへ急げ。助けを求めてる。やっ、倒せたな。に乗るなよ。倒せたな。救したか。
よう。しかし、全くいい考えが浮かばないな。どうしたもんか。あ、ちょうどいいところに。ねえ、ちょっとだけ話を聞いてくれない？俺たち、いつもリヴァイ兵長にお世話になってるだろう。兵長に日頃の感謝を伝えたいと常々思っていたんだ。だが、いざ4人で具体的なことを話し合ってみると、なかなか話がまとまらなくてな。俺はやっぱり班としてさらに戦果を上げることが一番だと思うぞ。私はみんなで掃除をするのがいいと思うな。本腰を入れて隅々まで磨き上げてやるの。だが俺たち4人がいくら頑張って掃除したって、本気を出した兵長には及ばないんじゃないか。俺は贈り物をするのがいいと思うがな。贈り物ね。とまあこんな感じでいつまでも決まらないんだ。お前はどう思う？お前もそう思うか。それが兵士としての本分だからな。だがそれと感謝の意を伝えることは違う気もする。やはりこの機会にはっきりした形で伝えるべきだと思う。そう考えるとオルオの案はいい線いってるんじゃないか。しかし兵長のことだから、何か凝った贈り物をしてもそんな暇があったら訓練しろって言われるんじゃねえか。そうだね。贈り物って簡単に言うけど、考えてみると何を贈ればいいのかわからないし。ほう、ただのガキだと思っていたが、いいこと言うじゃねえか。待って、オルオなんかに任せられない。ここはみんなで案を持ち寄ってみるべきだよ。よし、それじゃそういうことで決まりだ。付き合ってくれてありがとうな。お前か。